皆さんこんにちは、ピアニストの長嶋達也です。今日は調律のピッチ、チューニングのピッチについて話をしたいんですけれども、ちょっとその前に、視聴者の方にちょっとお礼が言いたくて、寄せてください。モーツァルトのコンチェルトを2日間で学んで演奏したっていう動画があったと思うんですけれども、その動画の中でその僕のしたことの記事、イギリスの雑誌に載った記事の話を載せてあるんですけれども、そのことである視聴者様から連絡がありまして、ツイッターの方に連絡がありまして、で、彼女がそういうコピーとかは自分で持ってるのかって言われたんで、現物は持ってないけどコピーはデータとしてコンピューターで持っている、コンピューターの中にあるって言ったんですよ。で、記事をね、すべてその現物を集めるとものすごい量になっちゃうので、それはできないけど、大きなイベント、自分にとって大きなイベントの記事は残したいようにしてたんだけど、これはもう20年前だし、現物手に入れにくいからちょっと困ってるって言ったら、なんとその方が現物送ってくれました。僕実はこれ2001年だから20年前に発売されたこの雑誌、僕自分でも自分の記事を本物読んだことなかったんで、ものすごく嬉しかったです。ありがとうございます。 MH さん本当に嬉しかったです。びっくりしました。で、これが載せた記事なんだけど、カラーで見たのは初めてです。ありがとうございました。さて、今日のピッチについてなんですけれども、別の視聴者様が僕の、ベートーベンのコンチェルトの動画を見て、ピッチが少し高く感じると。で、そういうのピアニストは気にするのか、どういうふうに対処するのかっていうことで、そのことについてちょっと話をしたいと思います。一般的に国際基準ではラの音は440MHz っていうのかな、その振動、それがラの音とされてます。だけどヨーロッパとか欧米では442を好む人のが多いんじゃないかなと思います。特にオーケストラと演奏するときは、僕たちはそのピッチを440にするのか、442にするのか、443にするのか、そういうのを自分で決められないんですね。やっぱりオーケストラのその調律に合わせて調律をされます。じゃあ今度ソロの時はもちろん僕からリクエストができます。うちのピアノもそうです。うちのピアノも442で調律してくださいって言ってあります。なぜ僕が442を好むのか、442と440の違いは何なのか、本当に442と440の違いが分かるのか、不思議ですよね。それについて話したいと思います。まずは440と442の周波数の違い、当然周波数、科学的なこと僕全然分かりません。僕はいつも自分の耳を信じて、そこから来るもので判断しています。一般的に442の方が明るい音になるって言われてます。より通る音とか、だから演奏家が442を好むっていう理由も分かりますよね。僕の場合は確かにそれはあるんですけれど、それ以上に、これまた感覚的な、僕自身個人的な感覚的な話です。倍音、例えば1音弾いた時に弦は3つなんだけど、それ以外の弦も振動して、そういう倍音の調和、音の混ざり方が、もっと豊かに僕には感じます。で、その豊かさ、その音を弾いた後のその響きが、その音の混ざり加減とか豊かさから僕は442を好んでます。では本当に440と442の違いがみんなわかるのか、これいろいろ言われてますよね。
ものすごく有名な調律師が、ものすごく有名な今は亡き巨匠にちょっと、トリックをしたんです。というのが、その人はもうすごくマニアックな人で、どうしてもこのピッチじゃなきゃ嫌だと、もう文句を言われまくるんで、ある日わざとその人が嫌いなピッチ、例えばその人が443でトゥーンしてくれ、チューニングしてくれと言われたのに、頭に来てわざと440にして、ここまで上げましたどうですかって言ったら、その人にはあの違いが分からなかったと。その人はおお、これがいいって言ったって言うんですよね。で、僕それありえるなと思います。僕が442を好むのは、そのピアノから出てくる音の感覚で、僕個人はね、決めてます。だから言ってしまえば、例えばその弾いてるところの残響とか、そのピアノの響き、ものすごくもともと響くピアノと、まるで響かないピアノってあるんです。それでも絶対関係してくると僕は思うんです。それからもう一つ、僕はピアニストの中でも、トップクラスのピアニストの中でも、大まかに分けて 2種類の人たちがいると思うんですよ。一種類はすごくマニアックな人、このタッチ、この音、このもうものすごくきめ細かいことまで調律さんにリクエストをして、自分が気に入るまでやってもらうタイプと、もっと大まかなタイプ、なんていうかな、当然あのプロのピアニストとして好みがあります。その好みはしてほしいんだけど、だいたい大まかなことができていたら、そこまでマニアックなことは気にならないっていうタイプがいます。うちのピアノを調律してもらうときに、当然442でリクエストしてるから、それはまあそれなんだけど、実際に大切なのは、それよりも、その調律師さんが僕のピアノを歌わせてくれることができるのかっていうことなんです。で、もっと欲を言えば、僕すごくラッキーで、正直言って日本に移ってくるとき少し心配でした。日本のものすごくいいところ、もう全体的なレベルが、何でもそうなんだけども、テニスでもそう、ピアノでもそう、全体的なレベルがものすごく水準が高い。だから外れがめったにない。何この人、俺のが調律できるじゃんっていうのは絶対いないって言ってもいいぐらい。だけど飛び抜けてアーティストが必要なことをしてくれる調律師っていうのはなかなか見つからないっていうのを知っていたんで、すごく怖かったです。でも運よく、僕はもうものすごい、もう魔術師のような調律師がいるので、彼が僕のピアノを鳴らせてくれるんです。で、それだけじゃなくて、彼は僕の好みをすごく知ってるんで、多分彼は調律師として僕の百倍以上いい耳を持ってます。そっちの方面では。で、だからピアノが本当はもっと鳴るっていう調律を知ってるんですよね。で、それをちゃんと示してくれた後に、長嶋先生はでもこれよりもこっちのが好きですよねって言って、その僕の好みをピアノを歌わせながらも入れてくれる。それが僕が調律師さんに望むことですね。ピッチがどうとか当然大切なんだけど、それ以上に僕の好みとこのピアノが必要としている調律や調整をしてくれること、このピアノの良さが最大限にちゃんと出てるかっていう、そういうことをしてくれる調律師が、大切になってくると思います。それはもちろんコンサートでもそうです。コンサートだからこそそういう調律が大切になってくると思います。ということで、僕もそのなんていうのかな、当然素晴らしい調律さんがいるのといないのでは全然違います。ピアノを鳴らせてくれる、ピアノを歌わせてくれる調律さんがいたら、僕は結構その他は大まか、そこまできめ細やかなことを気にならないタイプです。
442に関してはさっきも言ったようにホールの響き、ピアノの響き、それから弾く曲でも関係してくると思うんですよね。それだけ気にならない曲っていうのも出てきますし、かえって440みたいにリッチに響かない方がいい曲っていうのも出てきますし、僕はその響きの違いっていうのはアーティストはみんな絶対わかると思います。だからこそ僕たちはアーティストであり、耳を一生懸命小さい時からトレーニングしてきて人種なんです。だけどその周波数の440、442の違いが本当にわかるかって、僕は個人的に本当かなと思います。僕にとっての442は周波数であり、ピアノの響きであり、ホールの響きであり、自分がピアノの響きから感じるその感性であると思うんです。そういった面での意見を僕はたくさん持っています。だけどある人が、はい、これ聞いて、これ何 440?442? それとも445って言われたら、僕絶対分かんないと思います。ちなみに僕絶対音感あります。ドミソって音分からなくても歌える。それからこれは C のフラット、これミのフラット、ソ、ラとか絶対音感持ってます。だけどそれでも440とか442の違いを分かる自信はありません。そのピアノが響いてることが僕の欲しい響きなのかの違いはあります。だからもしそれに合わせた時に実際は442じゃなくて440だったとか441だったとかあり得るような気がします。こんな感じです。ピッチっていうのはね、すごく繊細なもので、もし合奏をするトリオを弾くとか三重奏を弾くとか四重奏を弾くとか、そういったらまた別なことになります。やっぱり同じピッチでしないと、和音とかの調和、重奏の調和の変化が出てきてしまいます。だけどソロの場合、ピアノ一人で弾く場合は結構アバウトなところは絶対あると思います。それを絶対認めたくないピアニストだって絶対いると思うし、結構人によってはカッコつけで言う人も絶対いるなって勝手に思ってます。怒られちゃうけど今日はこんなところです。もしこの動画気に入っていただけたらいいねマークお願いします。あとチャンネル登録もお願いします。それではまた、さようなら。